はい、皆さんこんにちは。よいしょ。今日はね、アラモゴードって言ったら分かりますかね。ニューメキシコ州ですね。アラモゴードっていうと聞いた人いるかもしれませんが、人類初の原子爆弾のテストが行われたところですね。ニューメキシコ南部オテロ郡という郡があるんですけどね。で、以前飛んだアルバカーキからちょっと行くとありますし、あとサンタフェとかね、実際そのアラモゴードの、ここなんですけど、アラモゴードの町からはね、遠いんですけどね。アラモゴード、アラモゴードって言われるんですけど、結構遠いんですね。むしろ、ソコロとかね、アルバカーキからも近いですけどね。こういう山中にあるんだと思います。今日ちょっとこれから飛んでみようと思いますね。その爆心地なんですね。ゼロポイントがここの、特に何もない、出てないですけど、タブはつけてないですね、さすがに。アメリカは自分のそういう、ある種負の歴史っていうのはね、このゲームも別に、タグはつけてないですけど、でも年に何回かは公開されてるって書いてありましたね、ウィキペディアに。実際どんな感じなんでしょうね。死の谷というかね、ほとんど人は住んでない、ほとんどっていうか、住んでたとしても避難勧告した上でやってるんでしょうけど、1945年の、7月のね、何時だったかなと、ちょっと7月16日ですね。はい、7月16日で、これね、確かポツダム宣言を出された時に、日本に対しての降伏勧告ですよね。で、ポツダム会議が行われてたね、確か最中に、そのルーズベルトじゃないですよ、ルーズベルトはね、病気で亡くなったんで、トルーマンですね、トルーマンがポツダム会議に出てた時に、その16日にアラモゴードで原爆実験が成功したっていう知らせがメモが来たんですよね。それで一気にね、強気になったんですよね。強気になると同時に、その当時そのスターリンのソ連がですね、近々参戦することになってましたんでね、満州戦線で。ただそのソ連が参戦すると、当然その俺のおかげで日本が降伏したんだっていうふうにスターリンが威張りますんでね。で、そうするとアメリカとしては日本を、戦後の西側の戦略の中にカウントしてましたんで、できたら自分とこの原爆でとどめを刺して終わらせたかったんですよね。そのあんまり満州ででかい口を叩かせないようにしたかったわけなんで、なるべく急がせたんですよね。だから7月16日に、実験成功して、で、多分その日のうちにポツダムってドイツにあるんですけど、ベルリンの近くですよね。そこでその知らせが速報でもたらされて、それで結局落としたのが8月6日ですからね。実にだから
20日後ですよね、3週間ぐらいですよね、3週間ぐらいしか経ってないですよね、うん、まあ多分最速の状態で落としたと思いますね。で長崎にも8月9日に落ちますけど、その8月9日に、ソ連が急いでですね、あの満州政戦を開始しましたから、うん、まあギリギリですよね、一歩アメリカの方が、まあ、日本にとどめを刺したのが早かったわけですね。でちょっといわゆるアメリカの原爆っていうのはウラン型とプロトニウム型っていうのがあるんですよね、まあ、こういうのは皆さんも聞いたことあると思うんですけど、ウランとプロトニウムっていうのはちょっと違って、ウランっていうのは自然界に存在するんだけど、プロトニウムっていうのはもう地球人類が人工的に作ったものなんですよ。微量に自然界にあるという説もあるんですけど、まあほぼ人類が手にしているのは自分で作ったもので、まあで実はこれ簡単にできてですね、ウランにね中性子かなんかを当てると簡単にできるんで、できるの自体は簡単なんだけど、まあ、毒性が非常に強いんですよね。で日本のまあそのいわゆる核燃料サイクルというか、まずウランをですね、自然界にあるウランをどんどん濃縮していってですね、そのままでは使えないんで、薄いですからね。でそれを濃縮していくと、原子炉、軽水炉ですけど、軽水炉にも使えるし、もっともっと濃縮していくと核爆弾に使えるんですよ。もう全然違うんですけどね、濃縮する濃縮の仕方がもう軽水炉で使えるレベルから爆弾として原子爆弾として使えるレベルにしようと思ったら、その濃縮がもうね桁違いに濃縮しないといけないんだけど、でそのまあある程度濃縮したら軽水炉に使えるんだけど、それをまず燃やして、まあエネルギーを取り出しますよね、発電します。でそうすると今度使用済み核燃料というのができるんですけど、でその使用済み核燃料をですね、まあウランだとかプルトニウムができるんですね。ウランを燃やすと使用済み核燃料で、要するに酸化物ですよね、MOX っていうんですけど、ミックスドオキサイドっていって酸化物ができるんですけど、でウランの酸化物と、プルトニウムのこれも酸化物でいいのかな、ちょっと厳密には僕も自信ないですけど、でその酸化物がウランとプルトニウムの酸化物ができるんだけど、これをですね青森県六ヶ所村にある再処理工場で再処理すると、そのミックスドオキサイドっていって MOX 燃料というのができるんですね。要するに使用済み核燃料を六ヶ所村で再処理すると、MOX 燃料というのができるんです。混合酸化物燃料っていうんですけど、でこれをまた原子炉で燃やせるんですよ。であるいはそのさっき言った使用済み核燃料のウランとかプルトニウムをですね、敦賀にある文殊に持っていくと、高速増殖炉っていうのがあって、でこれをやるとですね、投入したウランとかプルトニウムの量よりも多いウランとかプルトニウムが取り出せることに理論上は分かっていて、ということは燃料がどんどん増えていくっていう夢のようなですねことになるわけですね。でそれをですねフランスとか日本でやってたんですよね、まあ、研究しながら、まあ、実際モンジュっていうのはやってたんですよ、まあ、結局成功しなかったんですけどね。六ヶ所村の再処理も MOX の方もなんか頓挫してるような話ですけどね、まあ、それぐらい難しいんですよね。
で、例えばね、自分の舞鶴の実家のすぐ近くにあるんですよ、例えば高浜原発って。高浜原発ってもう舞鶴の青葉山っていうのがあるんですけど、山があるんですけど、まあまあ高い山があるんですけど、それのね越えたらもう高浜原発なんですね。で、あれ福島第一と一緒でね、1号機から4号機まであって、あれ多分発電量もね福島第一と一緒ぐらいなんですよ。でもうちょっと東に行って敦賀の市内の文殊っていうのがあるんですね。でこれで高速増殖したら夢のように、もうだって投入したやつよりもっと多くなるんだから、しまいには全くですね燃料を気にする必要がない話になりますよね。だからね、単純に考えるとなんでこれをもっと国を挙げてやらないのかなと思いますよね。そしたら石油の問題とかなくなりますけどね。まあいろいろと問題もあるんでしょうけどね。で原子力発電というのは CO2 を出しませんからね。EV とか電気自動車とかいう言ったら水素燃料とか言ったりしますけど、あんなものよりもっと抜本的に CO2 出ませんからね。で福島第一で懲りたから原子力は悪だみたいになってるけど、まああれね、原子力のデメリットだったのかっていうとね、要するにこう地震が来ました、津波が来ました、でこれ日本海だったらね基本的に津波は来ませんからね。だからまあ高浜とかが選ばれてるんでしょうけど、でまあ要は地震が来ました、津波が来ました、その時に冷却水が失われたことが原因なんですね。津波で発電所、要はディーゼル発電とかサブ電源ですよね。要するに燃料棒を冷やさないといけないんですよ。そうしないとどんどん加熱して炉内が爆発してしまったら、メルトダウンになっちゃったらもう放射能が格納庫の外に出てしまうんでね、冷やさないといけないんです。車と一緒でラジエーターみたいなもんで、エンジンってどんどん熱くなっていくんで、最後はもうオーバーヒートしてしまうんで、それをラジエーターという水の管を引き回してですね冷やさないといけないんで、まあ、それを原子力発電でも行わないといけないんだけど、そのじゃあ水を循環させるわけですね。車のラジエーターでもラジエーター用のポンプっていうのがありましてね、であれがVベルトっていうのでエンジンの回転を利用してそのポンプを、回すんだけど、でそのポンプを回す場合にその災害が起きた時にその、ポンプが止まらないように、例えばディーゼルエンジンでやったりとか、災害用のバッテリーだとか、いろいろな方法でですね、まあ、準備するわけですよね。その要は水を循環させるためのポンプをですね動かすために、別にバッテリーでやったっていいし、ディーゼルでやったっていい、何でやったっていいんだけど、でそれが止まってしまったっていうのが今回の問題であって、原子力が悪というのとはちょっとまた違うんですよね、意味が。なんか一般の人はこれ知らないので、原子力イコール悪みたいになってしまっているんですよ。で特に日本は唯一の被爆国ですからね、そういった意味での
原子爆弾イコール悪だというイメージもありますからね。だから、うん、結局あの福島第一のやつは何だったんだって言ったら、サブ電源が失われたからです。だからあの燃料棒が冷却できなかった、要はラジエーターポンプが回らなくなったんです。それだけなんですよ実は。あれ津波でも地震でも全くあの原子炉自身は何のダメージも受けてませんからね。うん、別に津波の水が浸水したってわけでもないし、あの地震で原子炉にひびが入ったとかいうわけでもないですから、地震自体に関しては何の別にダメージもなかったんだけど、その津波でその水浸しになったんですよね、あのディーゼルで、あの しかもそのサブ電源の置いてある場所がなぜか地下に置いてあったりする。普通は屋上に作るんだけど、なぜか地下になっていたりして水浸しになっちゃったもんで、あの動かなくなったりとか、まあ、いろいろ理由があるんですよね、あれ。だから人災的な部分が強いんですよ。うん、サブ電源をいかにもう20、30、50、60にですね、用意しとけばよかったんです。これ単純な話。うん、あとはあの弁当って言って、あのその水蒸気をですね、あの逃がす窓を閉めろとか開けろとか言って、あれ混乱したりしてたんだけど、あのあれも結局そこに放射能が入ってるかもしれないから、圧力が原子あの炉内にたまると爆発してしまうから、あのそれを弁当を開けろとかって言うんだけど、あれもですね、あの結局サブ電源が失われてなかったら別にそんなことする必要ないんでね。うん、要するにあのサブ電源が失われたんで燃料棒を冷やせなくなって、あのどん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 熱くなっていって、炉内がちょっと壊れたり、メルトダウンですよね、いわゆるコンクリートの炉内がその熱によって、まあ、融解してしまって、うん、であの中にそのだん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 その、ね、核燃料が溶けたものが水蒸気に混じって、あのどんどん炉内の圧力が高まっていくんですよね。でそれをほっといたらいつかはそれは爆発しますよ、あのガスの圧力、あれそれでも ほぼ爆発しないように設計されてるんですけどねで弁当を開けるとあの中の気体がですね逃がされるんで、まあ、それはもう開けるしかないですね、はっきり言ってね。うん、それは開けるんで正解だと思うんですけど、まあ、いずれにしてもその燃料棒を冷やせなくなったっていうことに問題があるんであって、そのラジエーターポンプを使えていたらよかったわけです、うん、まあちょっともしかしたらちょっと知らない情報もあるかもしれないんで、まあ、結構適当に言ってますけどね、うん、まあこのニューメキシコっていうのは、まあ、ある種その辺に住んでる人からするといい迷惑ですよね。まあアメリカのこう、まあ、最果ての地っていう感じでね、うん、まあ、いろいろ言われましたよね。あの津波が最初なんか、5メートルを想定していたら10メートルのやつが来たとか、うん、もっと高い想定をするべきだったのに何かその提案は却下されたとか、ああ言われましたよね、いろいろ
当時ね。まあでも要するにね、あれですよ、そのラジエーターポンプが壊れちゃったからね。水循環させてればよかったんですよ。で最後はあの苦肉の策でね、消防車借り出してきて水を直接かけたりしてましたよね。あとはヘリコプター、あの自衛隊のヘリコプターで水を上から落としたりとか、あんなの普通に考えたら焼け石に水って分かるんですけど、そんなだって一時的なそんな何十トンかの水では全くそんなね追いつかないですからね。あのバケツリレーで消火してるようなもんでね。アラモゴードの町はちょっとまあほとんどもう町といってもまあ片田舎の町ですけどね。まあでも結構ね観光に来る人もいるのかもしれませんね。いろいろと有名ですからね、やっぱりなんだかんだ言ってこの辺は。まあでも砂漠って感じですね。まああとこの辺はね空軍基地とかも多いですよね。あの戦闘機乗りの訓練場所ですよね。前方にアラモゴールド、アラモゴードですね。ニューメキシコ州アラモゴードです。これで45年の7月16日に実験成功しましてね、あの当時はプルトニウム型が成功したらしいんですけど、それであのポツダムにいるトルーマンに即応がもたらされまして、大統領閣下新爆弾が成功しましたよっていうんでね、まあ、当時はあの科学者連盟がね、人類に対して使うべきじゃないとかっていう嘆願書を出したりとか、あるいはそのまずは誰も住んでないような日本のね誰も住んでないようなところに落として威嚇をするべきだという嘆願書も出されたんですよね。でも結局はそれは却下されたんです。当時のね暫定委員会っていうのがあるんですけど、そこにバーンズ国務長官とかスティムソン陸軍長官とかね、何人ぐらいだったかね、私もそれあの例の歴史群像で読んでたんですけど、最近まで10人ぐらいのねアメリカ人の、まあ、その日本に対する原爆使用を煮詰めていく計画を立てる委員会があったんですけど、まあ、大統領直轄の多分委員会なんですけど、そこでいや実際にもうこれは一発目から大都市に落とすべきだということがね決定されたんですね。で当初はねでもこのすごい町としてはすごい落ち着いていい場所ですね。うん、住宅街って感じになってます。ここから55海里先ですのでちょっと時間かかりますけど、いやいかにも実験場って感じの風景ではありますよね。まあ、ですからね直接的な引きがあの決定をしたのがその暫定委員会っていう委員会で10人ぐらいの構成ですよね。他にもいろいろ言いましたけどね、だからいろいろの委員会の中でも
使用、実際の使用はするべきではないという意見もあったんですよ。あとはそのさっき言ったデモンストレーションとして被害のないところに落とせとかですね。だけどやっぱり中で誰かが強硬に言ったんでしょうね、実際に使えという。でもう3週間ですからね、16日に実験成功して6日ですからね、ちょうど3週間でしょ、20日ですよね。で、あのテニアンというグアムの隣にある町から B29 のエノラゲイっていうのがね出たんですけど、長崎のボックスカーっていうやつで、あのどちらも特注の B29 で、あの爆弾倉なんかを改造してですねやってるんですよね。相当重いですからね、普通の焼夷弾とかのもう火じゃないですから。でちょっとあの爆弾倉を開いて下にはみ出してるんですよね、入りきらないから。特にあのプルトニウムの方はあれファットマンって言って大きいんですよね。あのエノラゲイの方の 裏の方はあのリトルボーイの方はちっちゃいんで、プルトニウムの方が確かファットマンで大きいんですよね、うん、でそれで爆弾倉に入りきらないんで、もう特注ですよね。あのそれをセットするジグとかあの全部特注ですよね。で一機で行ったわけじゃないですよ、あの編隊飛行でね、要は測定器をね落として、いろいろな科学的な条件を確かめ、いわゆる、ね、熱が何度になったとか、爆風がどれぐらい吹いたかで、そういうの全部計測器をパラシュートつけて落としてるのと、あと撮影をするですね、当時ビデオがあったのか分かりませんけど、撮影する撮影専用の機もあったりして、 B29 をね3機か4機ぐらいで行くんですよ、うん、あと先に先発隊として上空の天候をですね測って、あれ目視で撃てっていうふうに特別命令が出てたんですね。レーダー攻撃じゃなくて目視で落とせっていう風に言われてたんで、だから雲があると無理なんですよ。雲があってもレーダー爆撃というのも当時あったんで、レーダーで爆撃できるんですね、対地レーダーありますから。だけど例えば広島だったら相生橋だったかな、そこをめがけて撃てってなってるんで、目視で撃てってなってるんで、雲が厚かったら撃てないんですよね。でまあそのために第二目標第三目標ってあったんですけど、広島でダメだったら小倉でダメだったら長崎とかですね、だから広島小倉長崎、あと新潟もあったんですね、ポイントとしては。で横浜とか京都もあったんですけど、京都はそのね暫定委員会のうちの誰かがね京都ファンがいて、ぜひそこが外してくれって言ったんですよね。であとね横浜は当初は入ってたんですけど、実際のその B29 の普通焼夷弾で、ダメージが相当壊滅的になってたんで、今更そこに落としても意味がないということで落とされなかったっていうね、皮肉にもそういう意味で助かったんですね。横浜もだいぶ有力な候補だったんですよ。だけどもう焼夷弾で瓦礫の山になってたんで、それが逆に功を奏したんですね。だから新潟なんかは危なかったですよ、うん、だから京都横浜はそういう強い理由があって外されたんですよね。で新潟広島
大蔵長崎ですよね。で長崎なんかは当時当日の目標は小倉だったんですよね。だけど天候が悪かったんで長崎になったんですよね。で実は長崎に行ったけど雲が結構暑かったんで実際の目標から3キロぐらいずれてしまったんですよね。目視できるっていうか雲間が空いてるのがそこしかなかったんで落としたところがその当初の目的地よりもちょっとずれてたんですよね。あとね確かね写真撮影機と一緒に行こうとしたんだけど写真撮影機がコードを間違えて落ち合えなかったんで仕方なく測定機のやつとボックスカーだけで行ったっていう話とかあるんですよね。で そういうの手間取ってあと大倉に行ったり長崎に行ったりして手間取ったんで燃料が途中でなくなってきて長崎に落とした後沖縄に緊急着陸して給油したとかっていう話もあるんですよね。そこからテニアンに帰ったっていう、まあ、その辺のちょっとねドキュメントを昨日とか読んでたんですよね。歴史群像のルーズベルトが、45年のね4月とかに急に亡くなるんですよ。でルーズベルトって相当なやり手でしたので、まあ、要するにチャーチルとかスターリンとかの海戦山戦の政治家と渡り合えたんですよね、蒋介石とか。だけどトルーマンというのは副大統領からポッと上がったんで、はっきり言ってもう国際政治なんてちんぷんかんぷんだったんですよね。で急にそんな、ね、大役を押し付けられたも回ってきたもんだから舐められちゃいかんということで最初はそのスターリンとかに対してものすごい強圧的な姿勢で臨むんですよね、うん、演技をするっていうかね、うん、ルーズベルトに劣らない大人物であるというふりをしなきゃいけないんで。でソ連はソ連でねヤルタ会談というのが45年の2月に行われて、もう秘密協定でですね樺太をせしめるとか千島は全部取るぞとかってあれ裏協定でもルーズベルトとチャーチルとの間約束してしまうんですよね。うん、でまあ、それがあったんで参戦するんですけど、で一応日ソ中立条約っていうのがあって、あれがね46年の4月ぐらいまで有効期限があるのに破ってきたんですよね。あれ本当は国際法違反なんですよ。あと1年あったんでね、うん、で千島樺太交換条約で樺太はソ連のものになってたんだけど千島は日本のものになってたんで、これ1875年だったかねそれぐらいだったと思うんですけど、その後日露戦争が起きて樺太の南半分をね戦利品として取ったんですよ日本が。それまではね樺太っていうのはもともと日本人とアイヌ人とロシア人が混住してたんですね。で別にそんな重要な島でもないし、どこからどこがロシアでこっちが日本というのそんなことを決める必要はないっていう、当時は牧歌的な和やかに決めてたんですよね。樺太に関してはお互いに住みましょうってことで、当時はそういうふうに決めてたんですね。その明治維新の確か明治維新の頃にお互いで住みましょうねって話になってたんだけど、1875年だったと思うんですけど千島樺太交換条約になって、
千島は日本のもので、千島っていうのはあれですよ、あそこの北海道の端っこからカムチャッカ半島までの間にいっぱい島があるんですけどね、それを千島は全部日本が取るけど、カラフトは全部ロシアのものでいいですよってことになったんですね。だからね、千島は多分こっからここまではロシアでってあったんでしょうかね。ちょっと私はそこまで抑えてないんですけど、まあ別に調べればすぐ出てくるんですけど、多分千島のここまでは日本で、ここまではロシアってなってたのかもしれませんね。それかなんか曖昧によくわからない感じになってて、その明治維新の頃はね。で、それで1875年ですか、まあ 明治維新からちょっと10年ぐらい経った頃で、千島は日本で、だからカムチャッカ半島のギリギリのとこまでは日本が取って、カラフトはロシアにするってなったんだけど、そこから30年ぐらい後に日露戦争が起こったんで、それで勝ったことによって、カラフトの南半分が日本のものになったんですね。で、それで第二次世界大戦迎えるんですよ。だから本来は今もですね、千島は全部日本のものなんですよ。ほんでカラフトも南半分は日本のものなんです。条約上でいけばですよ。条約上でいけばそうなんですよ。千島は全部日本のものです。それからカラフトも南半分は日本のものなんです。で、それを日ソ中立条約をもうあと1年残してたのにもかかわらず破って向こうが攻めてきましたよね。で、当然日本も満州にもね、結構兵隊を置いてたんですけどね、当時は70万人ぐらいいたのかな。もうちょっといたのかな、何師団ぐらいいたんだっけな、20師団ぐらいいたんじゃないかな。まあでもほとんど戦車とか火砲とかね、なかったんですよね。まあ結構だからね、善戦したんですけどね、民間人が結構ね、やられちゃったんですけどね、予定より1ヶ月早く、本来日本軍は9月末にぐらいに攻めてくると予想してたんだけど、1ヶ月以上早く来ちゃったもんだから、用意が整ってなかったっていうのもあって、この辺ちょっと山が険しくなってきましたね。で、ロシアはまあ、そういうふうにいきなりその条約を破棄してですね、攻めてきたんですよ。で、カラフトも全部取ったし、千島も全部占領しましたよね。ウルップ島ぐらいまで来たのかな、最後は。で、満州の方もね、日本軍は最悪朝鮮だけは守ればいいって考えてたんで、満州はほぼ全部、昔の長春で、当時は新京、新しい京と書いて新京って言ったんですけど、朝鮮半島の付け根からちょっと行ったぐらいのところですね、新京のラインで守るっていう打ち合わせをしてたんだけど、で、撤退しようと思ったらもう1ヶ月以上早く攻めてきたんで、後方に回られて取り囲まれたりね、いろいろしたんですよね、日本軍の。だけどハバロフスクとかウラジオストクの沿海州っていうのはあれ、ソ連の領土だったんでね、当時も。で、そこの方と、それからモンゴルの方と、あと北の方から三方向から攻めてきたんですよ、包囲戦で。で、モンゴルの方から攻めてきたのはもうほとんど手を打てなかったんですよね。で、北の方から攻めてきても打てなかったんだけど、黒竜江、雨杉川だったかを越えてくる、要するにロシアの沿海州から
来るやつに対しては結構な要塞を持ってたんで、そこで粘ったんですよね、すごく。でそれが予想外に粘ったもんで、ソ連が焦っちゃってですね、でアメリカはもう原爆を落としてる、でだいぶ日本について先回りされてるのに、ソ連がなかなか後手に回ってるんで焦ったんでですね、途中から空挺部隊でですね、もうその前線の陣地を越えてですね、後方に落下山で降りてきて無理やり占領したりとかですね、まあ、それぐらい相当焦ってたんですよ。で結局8月15日 の、 ポツダム宣言受諾とか玉音放送が終わってもですね、もう2週間ぐらいあれ戦ってたんでね、うん、あと13回でもうすぐですね、もう前方に見えるんですけど、まあ確かにこの辺はね、なんていうかこう山が急に出てきて、で前方にものすごく広い平地が出ているんで、確かになんかね、原子爆弾の実験としてはなんかうってつけの場所のように思えてきますね、これね。もうアラモゴードはだいぶ遠いですけどね。まあ、でも確かにね、核物質というのは人間の手に負えないっていうかね、うん、そういう面があることは確かなんですよ。例えばそのテロ組織なんかに盗まれた日には怖くてしょうがないですし、で半減期っていうのが、要は放射能レベルが半分になるのがプルトニウムであって、あれ確か2万4000年ぐらいかかるもうほぼそれ人類がね、そこまで生きてるかどうかみたいな世界ですから、何かあった時に手がつけられないというのは確かなんですよね。うん、まあだから福島第一の経験というのが、もう言っちゃったら車で言うラジエーターポンプが動かなかっただけなんですよ。で冷却棒が冷やせな、燃料棒が冷やせなかったっていうだけなんです。あれ冷やせてたら別に何の、今まで通りですからね。今もだって高浜原発とかで冷却水で、燃料棒を冷やしながら発電してるわけですから、とにかくそのラジエーターポンプさえ回っとけば、水が、新しい水がどん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 循環するんでね。うん。安全なわけですけどね。だからなんでやらなかったのかな、思うのは、例えばそういうポンプ車みたいなものを、ポンプ車みたいな、要はその非常用電源積んでディーゼルエンジン積んでるようなポンプを動かす車みたいなものをなんで用意しとかなかったのかなっていうね。で要はそういう災害時にその車さえあれば駆けつけて、だって車の形にしといたら、高浜だろうが福島だろうが東海地方だろうが行けるじゃないですか。移動できるわけですから、そういう消防車みたいなポンプ車っていうのを、水を要するに回すやつですよね。
あ、でもポンプ車っていうのは消防署にありますよね。あ、あれはダメなのかな。あれダメなんですかね。よくあの昔小学校とかに貯水池っていうのがあって、防災用の貯水池っていうのがあって、そこであのいざとなったら水を貯めといて、そこであのポンプ車呼んで、あの要は水を巻き取っていけばですね、あのそれで消火するっていうね、うん、そういう池があったと思うんですけど、だから消防署ってね、そういうのを用意してるはずなんで、そういうものをあの臨時にその原発に横付けしてですね、あのそのポンプで回せるように、そういうふうになってなかったっていうのがちょっと変っていうかね。はい、この辺りがですね、爆心地ですね、トリニティ実験場っていう、まあこの見渡す限りね、いやこう なんとなくちょっと山に囲まれていて、いやまさにもう実験のためにおあつらい向きって感じですね、これ。何にもないっていう。まあ、原子力はダメだダメだって言いますけどね、今大反対の声が強いですよね、やっぱり今日本ではね。ちょっとじゃあ適当に降りていきますね。もうどこでも降りれそうですけど、まあでも原子力の話はね、結構読んでいくと面白いですね、あれ。うん、まあでも核のゴミっていうのをね、どう処理していく、埋め立てていくのかっていうのは、やっぱりね、そういう問題もありますよね。うん、その後始末がね、大変ですよ、あれは。サボテンが生えてますね、もう見渡す限りの。いや本当にすごいな、こんなとこがよくあったなって感じで。まあ今でもね、この辺は多分陸軍なんかの、まあ空軍もそうですけど、射撃のああいうあれじゃないですか、エータクムスとかを発射したりして練習してんじゃないですかね、この辺りで。まあ、エタクムスはどうかな、普通の榴弾砲とかだったらね。はい、ご視聴ありがとうございました。